プロペラ兵法に見つかるな。わかった。プロペラ兵法に見つからないようにキノピオたちを助ければいいんだね、きっと。オッケー。見つかった時点で、まあ、あ、3回までは、2回まではいいんだ。3回アウトでもうゲーム終了だね。さあ、もうなんか見つかってるような気がするんだけど、これ。よし。いいね、なんかかくれんぼみたいで面白いね。これもしかしてやっつけることで、あ、やめた方がいいか。あー、見つかった。あらら、1アウト1アウトだわー。助けて。ちょっと一旦戻って、いいね。ちょっと上行ってみようか。これ無理じゃない？ね。あ、ちょ。ん？どうすりゃいいんだこれ。兵法の後ろに行けばいいのか？ちょっと待ってよ。待って。あ、これでいいんだ。左の兵法が上に行った隙に。あぶねえ。なんか今見つかってたような気がするけど。下にいるね。うわ、これ難しいよー。やばい。いやー、見つかったー。うおー、あぶねー。ちょっと待ってよ。ハテナが出てからちょっと時間があるから、あの間に、あんま近づきすぎるとあれなんだ。あー、やっちゃったー。ママミーヤー、きつっ。あぶねー、今あぶねー。左行こうか。なるほど。あのブルーのやつはちょっと迂回した方がいいな。こっちから行った方がいいな。え、あと5人どこにいる？下に降りて。あ、これは簡単かな。うわ、きついの来たなこれ。危ない危ない危ない。うわー、緊張するわ。ここの2体だ。あと、さあこれどうするよこれ。
や逆にあ鳥をキャッチ使えないわ。この離れたところから鳥をキャッチで捕まえようかなと思ったけど、これもうダッシュで行くしかないっしょ。よし行った。よく成功したな。マリオさん、船作りに必要なペーパーキノピオたちが揃ったみたいですね。そろそろ探し終わった頃だと思って様子を見に来たんですよ。タイミング良すぎでしょうね。なるほど、それだけではすぐに船を作り始められます。それでは船着き場に戻ってますね。マリオさんたちが来る頃には船はできていると思います。後ほど船着き場でやりましょう。さあみんな、マリオさんたちのために年ごと頑張ろう。じゃあちょっと船着き場行ってみよっか。やったー、これで船が使えるようになるから行動範囲めっちゃ広くなるんじゃない？こっちか。あ、マリオさん、船が完成しましたよ。私たちの自信作です。乗り心地も満足できると思います。さあどうぞ乗ってください。おお、すげえ、想像以上だ。これでようやくこの島から出ることができますね。え、私たちも船に乗るかですか？いや、私たちは、はいはい、ペーパーキノピオさんなら私たちがピーチ城へお連れします。船を作っている時に飛び回っているジュゲムさんに運よく会いまして、私たちがまたピーチ城へお連れすることになりました。彼らは一足先にピーチ城へお連れしておきますね。本当にありがとうございました。それでは皆さんお元気で。さあ私たちも早く出発しましょう。え、乗せたい人たちが他にもいるですって？沈没するんじゃねえかな。ちょっとえ、乗りすぎ乗りすぎ、絶対転移オーバーだって。無理あるよ、絶対無理あるよねそれ。あ、一人残してんじゃん、最低だなおい。うん、一人忘れていたけどね。一人忘れていたけど、見慣れないものが。はい、今はピーチ城に向かいましょう。私たちもマリオさんの後を追います。どうもご視聴ありがとうございました。今日はね、珍しくキリがいいのでここでおしまいにしたいなと思います。今年の10月5日にこのペーパーマリオの新作が、ペーパーマリオだな、うん、そう、ペーパーマリオの新作が出てくるのでね、これその新作が出てくるまでにこの今やってるマリオ&ルイージー RPG の方ね、クリアしていきたいなと思います。10月5日に、ペーパーマリオだよな、RPG が出るんでね、
マリオの RPG が出て10月22日にオデッセイが出るんでね、ああもう楽しみですね今年は。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。